さんです。みたねゆにゃねということで本日もアマングアスやっていきましょう。イエーイ。今回も6人で人狼1人設定でやっていきたいと思います、はい、今回はリオニャンがね別部屋でやってくれます、はいはい、さあどんな戦いになるんでしょうか。はい、やっていこう。イエーイ。はい、ということで決めます。やばい、よしゃ、やっとらえないか。最初はみんなと一緒に動きます。あ、止まっちゃった。ダメやべやべ、ちょっとね、間違えた間違えた。緊張する。なんか音ありでやるのはまた違いますね。ういっ、クーちゃんが、クーちゃんが取っちゃった。あ、えちょっと行ってきます。ハクショー持ってないんですけど、うん、あの行った先でサクさんが死んじゃってたんですよ、はいはいはい、でその近くにリオナがいました。あ、見たね。あ、見た、見た、見た。サクセル君死んでた部屋で。あ、まそう、なるほどっていう話があって。どこら辺の、なんかこういうな自販機のところやろ。そうそう、の奥の子歩いたりこう閉まったりするからやん。そう、あそこの右端のそうそうそう、サクちゃんに現れてるやん。そう、サクさんが殺されてた。じゃあスタート地点でずっとのコピーのやつやってて、ミッションを。だからさ、ママ見てないやったらさ、むーちゃん、でもな、むーちゃんは見てよ。そう、むーちゃんはなんかあのウィーンのやつやってた、やってたし、はい、うん、なんかくーちゃんとはすれ違った。あ、やんな、そう、そう、うん、そう、すれ違った、そう、うん、で、近くにリオナがいたなっていうので、うん、そうかなって思って、うん、でもそうです。それはリオナも思って、うん、あ、これも絶対くーちゃんになんか感づかれそうやな。あじゃあまあ、それ報告ってだけか。あ、そう、え、でもあの、そのミッションをちゃんと部長やってたから、うん、むーちゃんじゃないなと思った。あぐらいです。はい、以上です。以上、はい、OK です。みんなさ、なんかのような言ってる信憑性のなさ。堤にはリオナの見守り役になってもらおうかなと思うんですけど、はい、一応説明するというのはインポスター。さっき危なかった、さっき危なかった、もう焦った。じゃあ動きます。はい、どうしよう、どうしよう、どうしよう、ここ入っちゃった、どうしよう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 、違った違った、なんか止まっちゃうねんな。やらんでよかった。え、うん、ちょっと今さっき疑われてたんだよね、めちゃ、うん、だからとりあえず疑われへんようなことを。でもこっちに行くと、うん、なんか絶対こっちから戻ってきたさ、うん、リオナやん。え、まあ、でもやって穴入ったらいいんちゃう。あちょっとさっき疑われてたから躊躇しちゃう、うん、どんどん行こう。あかんあかんあかん、入っちゃうやんとか。いや、いるかもしれへんやん、ここら辺に。ほらも逃げられた、うん、すごい、ね、走ってるね、うん、全然いい日。みんなどこにいるの、みんなどこにいるの。あ、いた。こんにちは。あ、やばい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 、もうダメだ。あれは前々死んでて、リオナに出ていって、もうほらもうさっきもリオナそれあったやん、うん、だからもう一回勘違い先生だって思ってんけど、だからリポート押すからうち悩んねん、うん、でも誰がやったかは分からへんなって思って、うん、でそのまま
怪しい。喋ってる途中で笑う人は怪しい。ずっと笑えんと思ったよな。そこで一回深呼吸したのに、うん、さあ見てみようか。リオのブリューズからのどうかな。あのな、さっきのみっちゃんの時もそうやし、もうリオの前やし、くーちゃんはお尻弱い。あ、変ねん。なのにな、え、違うって言われたら、あ、そうなんかって優しいから、なんちゃうの、あかん。もっと疑って。わかった、笑っちゃったんだな、もう笑っちゃった。笑ってたな。サクさんが、もうほんまこいつはって顔してたリオのみっちゃん。あとちょっとやった、それとも壊した。はい、ということで今回はですね、こんな感じでございました。はい、いや楽しいですね。楽しい、はい、まだまだやっていきたいと思います。次回もお楽しみに。バイバーイ。学生の時に経験したものなんですけど、椅子とかを前だけ浮かしてこうやってさ、後ろに体重かけてこうふわふわってなってる瞬間あるじゃないですか。あの瞬間一瞬だけこうパッて手離した瞬間、え、これ今自分浮いてるんじゃないっていう気持ちになる時なかった？ということで、くろみチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。